バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間を発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイも最後までイチャイチャとお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。今日も元気なのんちゃんが登場でございます。のんちゃんは今月2歳になりましたね。のんちゃんハッピーバースデーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアカのんちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう、上手上手。のんちゃんとってもお上手です。まだまだ歌いたいみたいなので、もう一度お願いします。せーの。ハッピーバーデートゥーユー、ハッピーバーデートゥーユー、ハッピーバーデートゥーユー。とうちゃん、ハッピーバーデートゥーユー。のんちゃんとても上手、すごい。皆さん、のんちゃんに大きな拍手を。イエーイ、すごいね、上手。自分でもね、いっぱい拍手だね。ほんとママ感動しました。このね、あグーっていう、もうすごい最高だよ私っていうグーサインをいただいておりますが、私の日常がもう娘たちのおかげでね、こんなにもハッピーで自分らしく生きていられることに本当に感謝です。皆さんも大事な方と平和で安全に幸せで、そして健康でありますようにという思いを込めて歌い続けている、1曲目は、キス&ハグをプレゼントできたらと思います。それではお聴きください。ようこでキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ。このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる。いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。お聴きいただきました曲は、ようこでキス&ハグでした。皆さんね、本当当たり前のことって、当たり前という言葉自体がね、本当ないものですからね。自分たちで作り出す、まあある意味ルーティーンであったりとか、誰かと一緒に過ごすときはこれだよねっていう決まり事みたいなねものだったりとか、まあそれが当たり前になっていくんでしょうけれども、このね娘たちとの毎日って本当にさ、もうなかったはずなのにって思うと尊すぎるんですね。それは皆さんがね、常日頃誰かとね過ごされてる時間に対して思われると思うんですけれどもね。まあこの日常から生まれるラブソング、そして陽子が陽子でね生きていられるからこそ生まれるラブソング、もっと発信しなきゃな今年はと思っているんですけれども、私もねいろいろと脳みそを使ったり体を動かさないといけないことがありまして、新曲と向き合えずにいますが、それは本当に言い訳なんですね。なので9月15日
宝山ホールコンサート今年も行います。鹿児島市内の2番目に大きいホールですかね。1500人、はい、動員できるホールでございます。その宝山ホールコンサートでの私の愛をよ皆さんとね、ささやき合う、いや叫び合うお年間のために新曲本当に作らなきゃなと思ってね。私もね、歌メモはしてるんですけれども、イシーもね、とても素敵な楽曲をね、いろいろ作ってくださってるので、歌詞もね載せたりしながらね、まあ、とはいえカバーアルバムもリリース予定ですし、まあやることいっぱいなんですけれども、もうぼちぼち9月15日日曜日の宝山ホールコンサートのチケット予約販売を行っていきたいと思っております。イエイ、ようこ頑張れ。今度の土曜日かなと思ってます。明後日から予約販売スタートさせたいと思いますので、ぜひ皆さん、沖縄からもまだまだ間に合います。なんとこの日は3連休ということで、ようこに会いにぜひいらしていただけないでしょうか。夜はね、DM ください。私と一緒に、沖縄からの皆さん打ち上げしましょう私がね、音楽事務所のね代表なので、私が言ったこと全部できちゃうのでやりましょう。ようこ言ったじゃんって言ってね、会いにいらしてください。お願いします。お待ちしております。皆さんとのね出会い、そしてこの地球が地球であるという奇跡に感謝をして、のんちゃんはよく歌って踊ってくれてます。 KKB 鹿児島放送と鹿屋体育大学登山の研究のね、第一人者でいらした山本教授が中心となってのプロジェクトでした。今もねきちんと配信されて、多くの方に踊っていただいて、本当ね役に立ちまくりの、エクササイズあります。エクスハイクというプロジェクトより、ハピネスという楽曲をお聴きいただきたいと思います。このハピネスはね、石井とヨコが、このエクスハイクというプロジェクトのために作りました。本当ね、皆さんに感謝の思いを込めて今日もお届けできたらと思います。ではお聴きください。ヨコでハピネス。いただきました曲はヨーコでハピネスでした。まあさ、
いろんなことがね生きていればありますし、路上ライブもね、私も多くの方に出会えて、まあ今回もね、なんだかんだ言って1ヶ月近く、まあ、ちょっと忙しくてね、鹿児島にいなかったこともあり、歌えなかったのにまた歌い始めると、3日連チャン、4日連チャン、1週間連チャンみたいな感じでね、そういろんな方にね私の歌声を聞いていただけてるって、本当それもね感謝ですよね。だってさ、私歌手ですって言わなくても私が歌ってると、あの人歌手なんだろうねみたいに、もうさ、喋るの本当は苦手なんですよ、ラジオ番組なんて、って感じだけど、このバニラスカイを始めることができたおかげでね、だいぶ MC、まあ司会の仕事も増えましたね。最近はバンドメンバーにタレントに向いてるんじゃないって方にねアドバイスいただきますが、よくはタレントを向いてますかね。多分ね、顔が NC だと思うし、面白くないしねあと鹿児島弁がいいと思うんですけど、歌ってる時はね声は意識しますが、喋ってる時の声意識できないからな。まあそれでもいいという方はぜひ使ってくださいねタレントヨーコデビューもねぜひあのチャンスをいただきたいのかな。そこまでは思ってないな。まあ今頭の中はもうずっと、どうやったら東京ドームコンサートできるかな、多くの方に出会えるかな、そして皆さんの役に立つ何か楽曲がね、音時間が発信できないかなっていうね。新曲に出会うっていうのは私も本当出会いの旅なのでね、まあ、先ほどもねお伝えしましたが、新曲作らなきゃっていう話なんですけれども、とはいえね、日常から生まれる本当ラブソングが多くの方とね共鳴し合えるよなって思うと、今さ、とっても私史上幸せなんです。私こう見えてこう言ってまあな、どういう風に言ったらいいのか分かんないんだけど、まあね、皆さんお察しの通りに、アンハッピーな時もありますよ。そりゃ生きてるんですもの、37年もね。そしたらさ、まあ、いろんな経験をしていて感謝することを覚えたり、あ、これが本当の幸せだなっていうことを知ることができたり、でこれからももっとそういうことが増えていく、そういうね人生だと思うんですけれど、一つね忘れたらいけないことは愛ということですね。 Love というより I love you なのか、 I love 何っていうことですね。そして We love 何ということ、そして Love me かな。まあ私自身を愛してねっていうのを、多分I love me なのか、私は私を愛してるっていう言葉が一番尊いのかな。本当ね、娘たちにも思うんです。あなたは特別で、本当変わりがいないし、あなたはあなたで幸せであってほしいのよっていうことをね、これからも、まあ、おせっかいお母さんとして多くの人々にね、いや本当ね、最近世界中飛び回りたいんですよね。だからね、英語もちゃんと勉強しなきゃ、英語のね音楽もね上手に歌えるようにならなきゃと思ってね、最近学びたいなってつくづく思ってるので、まあ、その理由は世界中で音楽を通して歌声を通して多くの方に出会いたい、役に立ちたいっていうのが、まあ、根底にはあるんですけれどもね。皆さんもさ、こういうことを思わないと思うんですけど、まあ、例えばの話ね、鹿児島市内は、まあ、市議会選挙があったんですね。でさ、いろんな方がさ、まあ、なんていうのかな、まあ、政策内容だったりとか自分の思いを掲げて選挙カーをね走らせて声を届けて、で開票の時を待つわけじゃないですか。で私はね、そういう選挙の力がなくてもマイクを持ってしまうと、自分の言いたいこと、自分っていうものを発信できるんですよね。だからこそ本当に言葉とか立ち振る舞いとかね、気をつけないといけない、そしてパワーをね、思いを込めないといけない、だからこそ愛がなくてはいけないなってすごく思うんですよね。まあ一見ね、私が話していることとか、いつもねラジオを通してお伝えしていることって、自分に対してのベクトルって勘違いされるかもしれないんですけれども、本当にね未来の子供たちが、私たちがね与えていただいた笑顔そのまま、もう
受ける権利があると思っているので、それ以上のものをね、子どもたちはね、幸せの権利は受け取るべきだと思っているので、じゃあ陽子が何ができるかな、私たちが今何ができるかなっていう思いをね込めてね、最近は特にね歌わせていただいております。でね、この間ストリートライブでも、まあそれだけじゃないんだけど、奥の会場でね、東京のライブの時もそうだ、一緒に歌ってくださる方が多いんです。もうそれがめちゃくちゃ嬉しくて、で歌詞が分かんない方は歌詞を取り出して一緒に歌ってくださったりするくらい、でも一つになれる楽曲でめちゃくちゃハッピーです、いつもありがとうございます。次の曲はヨーコでラブレターズ。幸せのピース、今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続いてく明日へ、いただきました曲はヨーコでラブレターズでした。本当ね、感動しますよ、歌っている時にリップシンクが合うの。幸せのピース、この今の時に皆さんなんで顔が斜めになるのかなって思うけど、今ってこの高いところを出すために男性も女性もちっちゃい子であってもね、顔が斜めになるのね。あれはめちゃくちゃ可愛い、歌いながら笑わないようにさするのに必死なんだけど、ほんと嬉しいの、ありがとうございます。陽子はね、皆さんのことを思って歌っているんですけれども、逆にね、陽子こういう思いで歌ってほしいんだけどみたいなご提案も募集しますよ。そしたら、あ、こ
こういう歌詞だったら一つになれるかな。例えばさ、タオルフリフリの時にタオルをフリフリしながらこういう、なんていうのかな、メッセージをもらえる楽曲だったら私嬉しいなとかいうね、メッセージも待ってます。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。まあとにかくですね、メッセージが欲しいんですよ私は。皆さん DM とかね、はい、もう嬉しいんですよ。だけどラジオ番組にメールが欲しいんですよということで皆様お待ちしております。最近思いますのが、年齢とともにこの楽曲歌えないかな、ちょっとふさわしくないかな今の陽子にはとかね、思っちゃうけれども、もういい、だってこの曲は陽子の曲だもんって開き直る、この開き直りがめちゃくちゃ大事だなっていうのを最近すごく思います。そういう私の投資心も込めて、今夜最後にお届けしたい楽曲があります。一緒にタオルをフリフリしながら楽しんでいただきたいです。陽子でラブ。皆様も熱中症対策をされながらね、お気をつけて体に
ね、お気をつけてお過ごしくださいね。この後はひふみずバーです。ひふみさん、今夜もハピハピな音時間よろしくお願いいたします。今回は冒頭からのんちゃんがハッピーバースデーを歌ってくれるという、もうすんごく幸せなね、母としてももう涙がちょちょ切れちゃう。サプライズをいただきました。プレゼント本当にのんちゃんありがとう。皆さんも一週間自分らしく大事な方々とハッピーにお過ごしくださいね。よくも祈っております。そして地震とかはね、本当災害がありませんように、起きませんようにという思いを込めて、歌い続けていたいと思います。では来週まで、バイバイハッピー。